西武打線、ほぼ、小林誠司が9人並んでる状態となってしまう。小林誠司通算、打率2割6厘、出塁率2割6分8厘、OPS 540。2024西武打線、打率2割6厘、出塁率2割6分9厘、OPS 560。さ、そら勝てんわ。さすがに頻打の限度超えてるやろ、これ2割やっと、みたいな感じでビビったわ。嘘やろと思って、今日のスタメンの成績見たら、本当で草。山賊打線はどこに消えたんや。ということは世界モードになれば、ソフバンの2軍より確実に弱い、立て直すのに何年かかるんやろこれ。マジで、2軍みたいなメンツばっかやしな、怖いのが40歳の栗山とか、そんなレベル。怪我人ほとんどなしでこれなんだから、すごいよな。小林9人並べても、3割は勝てるとか小林すごくない？逆に開幕直後は、3カード連続勝ち越しとか、何が起きてたんや。